さあ今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私まさきとゆきです。今週はゆきくんにリクエストとね、はい、メッセージが来てるけど、はい、リクエスト曲を、はい、僕とゆきくんでそれぞれ1曲ずつ、そう、ね、はい、まあ、あるテーマがあるんですけど、はい、それにのっとって紹介してくれというね、そうですね、お話だったので、はい、じゃ僕の方からまずこちらをおすすめしたいと思いますので聞いてください、はい、リアで鳥の歌。はい、リアで鳥の歌でした。いや、いい曲ですね。まあ、ずっと言われてるのは、うん、国歌です。国歌はいはい、鳥の歌は、はい、国歌です。そうなんですかね。ずっと言われてますから、あの国歌国歌アニメファンにね、うん、ああなるほどなるほどなるほど、 そうそうそう、それぐらいもう国民曲じゃないですけど、うん、そういう位置づけということですね。そうですね、そのアニソン界隈ではもう本当に、はい、もう本当鎮座してる曲ですよ。ああ、うん、いい曲です、うん、まあ異論は認めますけど。はい、じゃあメッセージを、はい、はい、では、メッセージ質問いただいております。はい、まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。質問があります。はい、まさきさんは今日はに、ゆきさんは仮面ライダーが好きと伺いました。はい、自分もちょっと見てみたいと思っているのですが、シリーズがたくさんあって何から見ていいのか分かりません、うん、そこで今日はに、はい、仮面ライダーそれぞれ何から見たらいいか教えてほしいです。ラジオネーム東野さんからです。東野さん、はい、東野さんです。幽遊白書に出てた、あ、氷の人ですね。最終的にあのいいやつって、あ、いいやつ、はいはい、仲間だったですね。京アニはね、うん、あのいっぱいあるんでちょっと難しいですけど、はい、まあ抑えておいてほしいのはやっぱり軽音、軽音、はい、UFO、 はい、バイオルトブローガーデン、はい、なんですけども、はい、先ほどね選ばせてもらった鳥の歌はエアーっていうね、うんうんうん、ちょっと前の作品になるんですけども、こちらの京アニなんですけど、はい、キーっていうねちょっとセクシーゲームを作る会社があるんですよ、はい、うん、ちょっとあの18歳未満お断りのね、うんうん、ゲームってあるじゃないですか。ありますね、はい、あるんだけども、そういうゲームなのにすごく泣けるっていう会社がありまして、でそういうシーンもあんまないっていうね。あ、珍しいですね、うん、そう、うんうん、で泣けるエロゲーっていう、まあ、エロゲーって言っちゃいましたけど、はい、シリーズがあって、はい、エアもその一つなんですよ、はいはい、全然あのアニメとかそういう本当にいかがわしくないんで、はいはい、感動しかないですから、うんうん、そっちもやっぱおすすめですね。エアー、はい、カノン、はい、クラなど、あ、うん、聞きますねよく、うん、ぜひ見ていただきたい、うん、クラなどと、ね、クラなどアフターストーリー一気に来てあるんですけど、はい、泣かない人がいるのかってぐらい感動しますので、はいはい、このキーシリーズも見ていただきたいし、さっき言ったその、ね、軽音、UFO、バイオレットも、まあ、絶対押さえた方がいいし、あと、まあ、評価ね、評価、はいはい、うん、けどあと春日ね、あ、春日も京アニですから、はいはい、うん、あれも流行りましたね、うん、春日は本当にね、あのね、作者が天才ですので、もうタイムパラドックスの、うん、もうドラえもんに続くタイムパラドックスものの本当に大作だと思ってますので、春日はね、うん、はいはい、ちょっと見ていただきたいですね。なるほど、ですかね、京アニいっぱいあるんでね、ちょっと、うん、まあ、特に、まあ、その辺っていうことですかね。そうですね、うん、東野さんは男性なんですかね。で男性です。男性ですか。はい、うん、女性だったらあのフリーとかもねおすすめだったんですけど。はいはいはい、うん、あの水泳のお話なんですけど。うんうんうん、イケメンばっか出てくる、ね。はいはいはい。まあ別に男性がそれを見ても構わないんですけど。うん、まあ京アニはやっぱ全体的にストーリーは面白いですよね。そうなんですよね。で作画もやっぱ素晴らしいと定評があるので。うんうん、ですかね。まあでも UFO ですよ。いや今は UFO ですよ、本当に。夏だし、うん、まあ、UFO はちょっと青春時代を思い出しそうなですよね、うん、一生青春ですよ一生。ちょっといいこと言いましたね。そうそう、じゃあ後半はゆきくんの、はい、ライダーシリーズ、はい、なんでまず曲からじゃあいきますか。はい、はい、ではこちらの曲をお聴きください。トリプル A でクライマックスジャンプ。はい、トリプル A でクライマックスジャンプでした。はい、では仮面ライダーはですね、はい、まあ、ちょっとまあ平成ライダーを中心にちょっといきたいんですが、はい、まあでもどれをまあ今日アニと一緒ですよね、
全部面白いんですよ。多いよね、全部面白いんですけど、まあ、自分が僕がですね、はい、まあ、一番最初に見て、はい、仮面ライダーにハマるきっかけになったのが、はい、仮面ライダー電王っていう、電王ってタケル、そうです、佐藤健くんが、はい、主演、あで、まあ、仮面ライダー史上最弱のライダーって呼ばれた仮面ライダーです、ね、あれ電王が桃太郎とか、そうです、有名な、なんで弱いかっていうと、はい、まあ、他の通常の仮面ライダーだと自分で変身して自分の身体能力で戦うんですが、はい、電王の場合は、はい、変身をして、はい、そこで、まあ、いい敵というかいい怪人というか、はい、仲間の怪人が憑依をして、うん、戦うっていう、あ、そういうシステム、そうなんです、なので、まあ、の生身のままだと世界最弱のライダー、はいって呼ばれてたのがありまして、うん、これもまああの本当時間旅行じゃないですけど、はいはいはい、まあ、悪い、まあ、ショッカー的な位置の、やつ、イマジンっていう怪人がいるんですけど、ジョン・レノンじゃん、まさにあ、それもなんかあの、うん、その人のイメージから生まれる、はいはい、イマジン、はいはいはい、うん、それがまあ過去その取り付いた人の、はい、思い出深い過去の時間を奪って、はいはいはい、まあ、過去を、まあ、例えば過去の街を壊してしまうと現代でもその、まあ、街が壊れてしまう、はいはい、連動してるっていうのでそれを止めるために、まあ、電王が、まあ、いるというか、あ、はい、電王もちょっと、まあ、電王になるにも一つ条件があって、はいはい、まあ、得意点、はい、まあ、時間の流れに影響されない人、はい、それがたまたまタケル君、そうなんだ、そうなんです、影響されないんだ、されなかった、されないんだ、だから歴史が過去が変わっても、はい、タケル君はいなくならないし、あ、っていう特別な感じで電王に急にならさせられるというか、デビュー作なのかな、あの彼の、あ、多分そうですね、やっぱ仮面ライダー俳優のなんか流れというかさ、あ、そうです、イケメンの、うん、そうですね、枠ですね、やっぱ若いですよ今見ても、いつなんだろうねあれ、平成、ですね、電王でいうと2007年です、あ、2007年から2008年、放送されておりますね、14年前ですか、そうですね、一昨年ぐらいの映画で、はい、あの佐竹君電王役でまた出てたので、まあ、未だまだやっぱり人気はあるのかな、でストーリーもまあ分かりやすいので、うん、ちょっと導入としては見やすいかなっていうところですね、話数もいつかやっぱ、ちょっとですね、1シリーズ42、3話ぐらいすげえあるっす、すごいあります、ちょっとでも見てみようかな、はい、うん、ぜひぜひ見てください、はい、って感じですかね、はい、うん、じゃあですね最後にたまたま今回仮面ライダーとその今日ありのね、はい、おすすめ作品をっていうことだったんですけど、はい、明日ちょっと実は僕がね今日ありへの一曲をね、はい、ちょっと公開しようと思ってたんですよ。おお、ちょうどよかったです。はい、AI ずんこちゃんで、はい、ちょっとフライングゲットでね、おお、うん、全世界最速でギタリストクルームでちょっとかけようと思いますので、はい、はい、で最後に明日公開の曲を聴いていただこうと思います。という感じなんでね、ぜひ明日、はい、各動画サイトでね、フルバージョンで、そうですね、はい、ご覧いただければなと思いますので、はい、はい、じゃあ告知を、はい、7月22日木曜日、祝日海の日です。イービンズ10階でですねミララビで出演をさせていただきます。入場無料になっておりますので、まあ、フラット立ち寄って、見ていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。はい、といったところでお時間となりましたので今週はこれまで、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私まさきとゆきです。では今週はゆきくんにリクエストと質問が来ているようなのでお願いします。はい、ではまずリクエストいただいておりますのでこちらからお聞きください。ビーズでウルトラソウル。はい、ビーズでウルトラソウルでした。はい、急に来たね。急に来ましたね。びっくりした。おそらくこれ質問の内容にちょっと関わってるか、夏っぽい質問が来ております。じゃあ質問です。はい、まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。はい、私は今高校1年生で、夏休みに入っております。おう。ただコロナ禍ということもあり遠出は控えようと思っています。はい、そこでお二人は夏休みをどう過ごされていましたか、うん、思い出深いエピソードがあれば教えてください。ラジオネームあやぽんさんからです。あやぽんさん。はい、あやぽんさんです。女子か女の子ですね、うん、はい、どういじろうかなと思って。
ってラジオで毎回プレッシャーなってプレッシャーな楽しみにしてる方いますからね。アヤポンジャパンはね、僕らが高校生だった頃の過ごし方だよね。それで高校生、うん、まあ学生の時ですかね。中学生高校生、そうですね、うん、そうね、まあ小学生の時はまあプール行ったりとかね、あプールありましたね、はい、ラジオ体操とかさ、はい、うん、で中学生の時は夏期講習ちょっと行ってて、あはいはい、まあ、ずっとじゃないですよ、その夏休みの間ずっとではないですけど、うんうん、ヨゼミに行ってましたね。あなるほどなるほど、東口の、うん、はいはいはい、代々木ゼミナールに夏期講習行って、はい、で帰ってきたらまずスーパーファミコンで、はい、悠々白書の格闘ゲームを、はいはい、格闘ゲームに興じて、はい、で夜またちょっと勉強するみたいな、うん、だからすごい健全ななんですかね。そうね、なんかあんまり中学生の頃は、はい、夏っぽい遊びをねしてこなかったですね。あ、海とかも行かなかったし、うん、はいはい、プールはあったんだよね多分中学校までは確か、うん、そうですね、うんうん、一応ちょっと行ってたぐらいで、うん、2年生3年生はほぼそのルーティンだね。夏期講習帰ってきて格ゲー、はい、で夜またちょっと勉強みたいな、うん、勉強ばっかしてたかも意外と。ちょっとすごいっす、うん、で高校はバスケばっかしてたね夏休みが、はいはいはい、学校がねその若林区役所にね、はい、近かったんですけど、若林区役所ってバスケットコートを借りられたんですよ。へえ。で毎日その知らない人たちと 3on3 とかやったりして、はい、うん、なんかそれめちゃくちゃ楽しそうです。そう、なんかすごい急に高校になった瞬間に、はい、なんかアメリカンな暮らししてましたね、うん、毎日ストリートバスケに興じるっていう、うん、すごいいいと思います、うん、でバスケして、はい、あ終わった終わったっつってそのままゲーセン行ってまた格ゲーするっていう。ああ、じゃあゲームは挟むんですね。そう、だから、家じゃなくてそのゲームセンターで、今度はそのバスケじゃなくて知らない人とゲームで対戦するっていう。なるほどなるほど出会いが多いんじゃないですけど、知らない方とのコミュニケーション、まあ、そうね。ただバスケは、はい、直接こう3対3でこうマッチアップとかして顔も見えるけど、はい、格闘ゲームは あっちに誰座ってるか見えないから。そうですね、うん、確かに。家族でどっか旅行とかはなかったんですか。うん、あのね、小学校までで終わったのよそういうイベント。あ、夏休みはね毎年家族で、うん、バリハイセンターとかね。ああ、懐かしいあれどこにあったんだっけバリハイセンターって。いやいやいや、うん、俺もね1回ぐらいしか行ったことない。あって、あと、ホテルニューミトヤとか、はいはいはい、なんかグリーングリーンとか、グリーングリーン、はい、そういうところに行ってたんですけど、なんかね僕と姉が中学校に上がってからは、うんうん、なんかまあなくなりましたね、うん、あ、やっぱなくなってくる頃ですよね、親離れ子離れですかね、はい、ああなるほどなるほど、うん、かといって友人たちとなんかこうキャンプとかもなかったし、うん、ああそうなんですね。だからそのバスケを除けば割とインドアな、あの同じような日々を繰り返してましたね。あ夏休みは、うん、まあ、それが多分楽しかったんでしょうねきっと。そうね。で大学入ってから、はい、やるようになったね。もうなんかキャンプじゃないけど、まあ、バーベキューとか、うん、あー、はいはいはい、ちょっとなんか、まあ、今の人の言葉で言うとちょっと陽キャな陽キャな陽キャな人たちの遊びは大学でちょっと、うん、だから別にそんなすごい弾けてたこととかそういうわけじゃなくて、はいはい、まあ、なんか人並みにたしなむ程度ぐらいですね。夏は暑いから旅行したくないんですよ僕は。ああ、そうなんですよね。行くとしたらもう10月11月なんで、はい、夏はねもう日陰にいます。あ、日陰は日陰。今はもうその年を重ねるごとにより、はい、より日陰へ日陰へってミミズみたいな。なるほどなるほどなるほどですね僕は。うん、あ、家にいよ結論どうぞ。僕コロナ禍じゃなくても多分家にいますからね。あ、もう関係なくですね。うん、なるべく日向に出たくないっていう。夏はね、夏は、うん、ですね。なるほどなるほど。ということで、まあ、全然何のアドバイスにもならなかったですけど、じゃあ後半はゆうきくんのスペシャルなね夏休みの過ごし方について聞くとして、はい、夏っぽいというか、はい、夏アニメ真っ最中なんで、はい、そちらから一曲紹介したいと思います。はい。あやねでアナロジー。はい。あやねでアナロジーでした。はい。こちらは日暮らしの泣く頃に卒のオープニングテーマですね。はい。はい、
っていう。でじゃあゆきくんは。はい、僕はもう中学校は UFO でおなじみ吹奏楽部をやっていたので部活でした。毎日リア充だ。リア充実してる。そうですね、吹奏楽の大会っていうのが、はい、もう夏休み中に、はいはい、行われるので、うん、そうだよね。でも夏休み返上で、うん、もう本当に毎日部活でしたね。青春してたんだね、うん、そうですね。あそこは正直やっぱり遊びたかったです。あ、うん、きつい思い出、うん、今はまあいい思い出かなっていうところですかね、うん、でも高校生は、はい、あもちろんの部活をやってたので、はい、夏休みの部活が、まあ、午前中だけ、はいはい、とかでありまして、うんまあ、その後は本当に勉強せず遊んでました。何して遊んでた？主に、うん、結構友達と街に出て、はい、なんかそれからやっぱゲーセンだったりとか買い物とかが多かったですね。 あと友達の家、はいはい、うん、でちょっとゲームしたりとか。逆に俺家の自分家にいること少なかったかもしれない。専門の時は同じです、はい、本当に、ま、車の免許はいはい、はい、取れるじゃないですか。そうなんですよね、うん、車を手に入れますからね。大体そうなんですよ。二十歳ぐらいになると、うん、手に入れて、はい、もう本当にそれこそやっぱバーベキューあり、はいはい、うん、あと友達同士で、うん、じゃあまあ旅行週2回ぐらいですかね、はい、2ペースで、はい、福島競馬場置いてたりしました。おいかけとるやないか。なんか友達がの付き合いみたいなもので行ってて、ただうん、競馬場の雰囲気は好きなので。で毎年恒例になったの、うん、今はなくなっちゃったんですけど、その、まあ、専門までの、はい、まあ、高校生までですかね、はい、お盆はやっぱり、はい、おばあちゃん家に行くのはやっぱ恒例になってて、うん、はい、まあ、ちょっとお墓参り兼ねて、あでじゃあお盆の間、まあ、2泊3日ぐらいでおばあちゃん家に、うん、言われてみればそういうのはあったよ。ありました。思い出したけど、うん、はいはいはい、なんか自分家とは違う遊び方、あ、うん、まあ、友達んちでゲームとかじゃなくて、うん、外でちょっと田んぼ道歩いたりとか、知らない女の子に出会って毎年遊ぶんだけど名前も思い出せないみたいな。あれそれは夏夏のあやかしじゃないですか。そうですね、いたこ姉さんの曲みたいだって。でもなんかそんな感じよね、うん、まあそうですね、うん、土地勘ないんであんま遠く行けないんで、うん、まあちょっとまだ近所付近あやかしじゃないけどさ、 なんか、はい、その時にしか会えないとことかやっぱいるから、だから楽しいよね。そうですね、うん、じゃあ最後にですね、先週公開したばかりの僕の夏っぽい AI ズンコの曲を聴いていただこうと思います。はい、 AI ズンコで明日晴れるから。はい、 AI ズンコで明日晴れるからでした。はい、なんかAI ズンコ曲を、はい、進めていると思う。はい、はい、なんか近々、そうですね、はい、来週の放送でちょっと、来週行っちゃいますか。はい、来週ちょっと流させてもらえればなと思います、はい、急な予告、はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。さあ今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私まさきとゆきです。いや7月終わりますけども。本当ですね、溶けますね。溶けます、うん、ちょっと溶けてますね。まあ明日から8月なんですけども、はい、そんなねギタリストークルームにクエストとメッセージが舞い降りてきたので。舞い降りてきた。ありがとうございます。本当にちょっと芸術的な表現なんですけども、はいはい、でね、そのリクエストがですね、はい、少し、ま、特殊なと言いますか、はい、うん、僕の一番最初に作った曲をリクエストいただいたんですけども、はいはい、ただ厳密に言うと一番最初に作った曲の音源はもう本当に大昔なので、はい、それこそね大学生の頃とかにすでに、はい、うん、やっぱそのバンドはやってたんで、うん、そういった意味での作曲はその時から味わってるから、だから音源はないので、うん、って考えた時に、まあ、いわゆるそのボカロとかね、うんうん、音声合成ソフトで、まあ、初めて作ってこう初めてこうみんなに聴いてもらったりとかした曲ならまだ存在するので、
はい、そちらをちょっとお聞きいただこうかなと思いますので、はい、イヤでフィールマイハート、はい、イヤでフィールマイハートでした、はい、この曲はですね結構聞いたこともある方多いと思うんですけど、はい、何回もこうリメイクしてね、うん、ボーカロイドで一番最初に作った曲なんですけど、なんか好きだから結構何回か作り直してるんですよね、はいはいはい、で歌うのキリタンでも出したし、うん、ニュートリノのキリタンで AI キリタンでも出したりして、はいはい、うん、で皆さんが聴いてるのは、まあまあ、AI キリタンのフィールマイハートだと思うんですけど、うん、一番最初はボーカロイドのイヤで作ってたんですね。うーん、メッセージを紹介したと思います、はい、ラジオネームかばやきのんたろうさんですね。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます、はい、かばやきは書いてないです。かばやきは書いてないですね。のんたろうさんですね、はい、まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、まさきさんとゆきさんはなぜ音楽をしているのですか。おお、僕は先日とあるコンテストに応募をし終えて燃え尽き症候群真っ最中なのですが、どうして自分は音楽を作っているのだろうとふと考える瞬間がありました。私事ですが、去年仕事で心がバキバキに折れて数日仕事を休みました。でそんな中、自宅で音楽を作ったり聴いたり、それが心の支えでしたと。でそんな中、自分に寄り添える曲、そして自分自身が聴きたい曲を作りたくて作曲をしていることに改めて気づきました。近頃音声合成や AI の補助機能、楽しむための DTM に対して少し否定的な意見をネットで見かけることがあり、とても悲しくなりますと。そんなことがあるんですね。で、音楽は自由でいいと思うし、その目的だって自由でいいと思うんですと。おっしゃる通りですよね。本当ですね。お二人はなぜ音楽をやっているのか、ぜひ教えてほしいです。番組の趣旨に合わず真面目な内容ですみません。どういうことですか。結構真面目な番組ですよね。真面目ですよ、いつだって。有料番組ですよね、ちょっとなんかさらっといつも不真面目みたいな。本当本当に。そうだけど、ね、とても反省していますと思ったら、こう下の方に矢印書いてあって、はい、まさきさんのツッコミに期待しています。あ、めちゃくちゃツッコむ まんまと釣られとるやないか。めちゃくちゃ釣られたやないか。手のひらで遊ばれてます、ね、爆鳥だよ爆鳥。大量だね。一緒にゆきくんも釣れたから、ね、釣れちゃってました。なぜだろうね、音楽。うーん、なるほどなるほど。うん、まあ、ちょっと真面目な話になるんで、はい、ちょっと僕からいいですか、はい、であと後半ボケてもらって。いや、ちょっと俺も結構真面目なんですけど、結論から言うと、はい、音楽がないと死んでしまうからなんですよね。皆さん、あの、呼吸しますよね、はい、ご飯食べますよね、はい、寝ますよね、はい、うん、恋愛したりしますよね、はいはい、それと同じなんですね、うんうんうん、僕にとって音楽はあって当然。でもちろん、じゃあ明日からこうノーミュージックでね、うんうん、生活しろってなって、うん、本当にパタッと倒れて死んじゃうわけではないんですけど、うん、つまらないよね。音楽がない人生って、うん、何をやればいいんでしょうかね。でもちろん、その作るのもダメだし、うん、聞いてもダメってなったら、うん、それはもう生きてるとは言えないよねってなんか思ったんですよね、うん、深。食事や睡眠と同じ感じで音楽を捉えているので、うんうん、だから作っている、作り続けているのかなって思いましたね僕は、うん、ないとダメだから。ないとダメだから。リバーブがディレイがかかってるんですけど、で、まあ、リクエスト曲に戻るんですけど、はい、あれはね、本当初めてその作曲ソフトっていうものに触れて、でボーカロイドにも初めて触れて、はい、全部初めて。でもだから音色もその初期装備のやつで作ったから、なんかちょっとこう今に比べるとペロンとしてたじゃないですか、はいはい、うん、本当に一番最初の作品ですね、うんうん、あれが、うん、というところで最近の曲をここでかけるんですけど、はい、今日ね、来月のチェビオパーティーあるじゃないですか、はい、僕のわがままマイウェイが披露される予定の、ね、予定のやつ、はい、初のバーチャルライブあるんですけど、うん、今日もあるんですよバーチャルライブが。それこそイヤとオネとヒッピっていう新キャラのね、はいはい、まあ、帰ったら見ようと思うんですけども、はい、なのでこの曲を聴いていただこうと思います、はい、
チェビオ AI 東北キリタンでわがままマイウェイ。はい、チェビオ AI 東北キリタンでわがままマイウェイでした。はい、全然違うね、サウンドが最初とか。華やかというか恥ずかしいね、最初のやつがこうなると。いや、恥ずかしくはないですよね。うん、っていうね。ではゆきくんはなぜ音楽を。もともと僕は内気な少年だったんですよ。本当に多分小学校時代とか知ってる同級生からしたら本当人前に出るタイプじゃなくて、で、まあ、高校の時、まあ初めて文化祭でちょっとライブ出て、はい、あーこういう世界もあるんだ。あ、でそこから結構本当になんか人前で喋れる、出られるようになったというか。喋り上手いように。もう全然でした本当に。結構変わるきっかけになったのが、うん、音楽だったんですよね。あ、うん、なので、まあ、吹奏楽やった時も、はい、もう本当にソロとか嫌だ、うん、目立ちたくないっていう人だったので。 UFO じゃない。ああ、そうですね、本当に、うん、だったので、バンドをやって初めてなんかあかっこいいって、こういう世界もあるんだみたいなのが一つ混ざって、はい、音楽を今もやってる理由っていうのはその音楽に対しての恩返し、ふけっていうか、続けることがちょっと音楽に対しての恩返しになるのかなと思って。なるほど。そうですね、だから今はまあ年重ねてっても、うん、やっぱ続けたいと思ってる理由っていうのが、うん、若い子に楽器のギターの良さだったりバンドの良さを教えて、まあ、世の中に出てもらう、次の世代にじゃないですけど、うん、そういうことをしてちょっと音楽に対してちょっと生涯かけて恩返しをしたいなっていうところなので、多分年取っても、まあ、何かしら、まあ、ギターが弾けなくなっても何かしら音楽はやってたいなと。尺八とかね。もう本当に、まあ、本当に木魚とも尺八とかです。本当になんか簡単なものでもいいから、うん、そうですね、何かしらはちょっとやってたいなとは思ってますね。音楽は常にもう切っても切れませんからね。まあ、うん、音楽聴かない日ってないですよね、一日通して。そんなゆきくんのじゃあ最新作、はい、うん、でまた一つ恩返ししてもらおうかな。ハードルが上がっちゃうんですけど、ちょっといいですか、紹介してもらって、はい、じゃあちょっとAI ずんこちゃんでですね、ちょっと一曲バラードを作らせていただいたので聞いていただきたいと思います。AI ずんこでリフレイン。はい、AI ずんこでリフレインでした。はい、あー、こういったこれちょっとずんこちゃんの声質ですかね、はい、ちょっと優しい声質に合わせてちょっと、まあ、バラードがいいんじゃないかなと思ってっていう感じなので、まあ、そんな感じですかね。はい、はい、そうですね、はい、といったところでお時間となりましたので、今週はこれまで、次回またお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。さあ、今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私まさきとゆきです。それではリクエストとメッセージが来ているのでお願いします。はい、でこちらからお聞きください。 BTS でダイナマイト。はい、 BTS でダイナマイトでした。質問いただいております。はい、まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。リクエストとは関係ないのですが、ほう、また暑い季節が来てしまいました。はい、この季節に定番の質問になってしまいますが、はい、身の毛もよだつトークが聞きたいです。実際体験したこと、また聞いた話でも構いませんので、ぜひホラートークをお願いします。ラジオネームキーワさんからですね。キーワさん。キーワさんですね。カタカナでキーワさん。はい、カレーの一種ではない。キーマじゃないですね。キーワです。キーワさんってなんだろうね。お名前、多分お名前も知ったのかなっていう勝手に思ってますけど、キーワさん。はい、まあいいか、まあいいか。まあカレーじゃないっていうことは確かですね。うん、なかなかキーワって初めてなんか発音したかも。そうですね、確かにちょっと言いにくいですよね。うん、ちょっとね、はい、よだつね、身の毛も。最初からよだちましたから。身の毛もよだつって言えば、まあワクチン接種。うん、怖い話ね。そうですね、あれですよね、今キーワさんが推してるのは、はい、ちょっとねこう真の霊的なね。そう、そうですね、うん、ちょっとちょっと寒気がするというか、うん、じゃあ僕からいきますかね。はい、どうぞ。僕ね、はい、見えざるものなんですよ、全く。ああ、見えざる、うん、あ、なるほどなるほど。もう見えざるものなんで、うんうん、見たことないのですよ、うん、あ、実際ですよね、実際にその、うん、言うの霊をね、はいはい、うん、おの化けも見たことないなんかちゃんと言わないっていう、うん、母とね、はい、姉がね、うん、
見えるものなんですよ。見えるものたちなんですよ。見ちゃうものたち、うん、家族でも違うんですね。やっぱり全然違う。あの2人はすごくで、父もね、はい、見えざるものなんです。あだから僕と父は持たざるものなんですけど、はい、女性陣がね、はい、見ちゃうんで、うんうん、今はもう引っ越しちゃったんですけど、昔ね幼少期に住んでいた実家内での目撃談も結構あって、はい、こっちからするともう見たとしても言わないでくれって思うよね。そうですね、うんうん、で母が見たものっては、はい、まだその小学校1年生の頃って家族4人で夜寝てたんですよ、はいはい、でなんとはなしに目を覚ました母が、うん、寝てる僕の上空になんか赤い玉が浮いてたみたいなね、うん、おお、うん、でシッシって言ったらなんかいなくなっちゃう。そんなにいなくなります？シッシって言ったらしいよ、その謎の浮遊物体に。猫追い払うみたいな、はいはいはい、もうなんか水入ってるペットボトル置いとけんじゃないかっていう感じでまあ親だっていうのあんたの上に昨日浮いてたよっていちいち報告してきたんですけどそ、まあ、その時はまあ子供だったから、って感じだったけど、はい、小学校 3,4 年生ぐらいになると、はい、姉と2人部屋になったんですよ、はいはい、あの親の部屋子供たちの部屋ってなって、うんうん、でまた夜なんですけど、はい、寝ててで何ともなしに姉が起きて、うん、洋服ダンスと、はい、洋服ダンスの隣に隙間あるんですけど、はい、そこに6歳ぐらいの男の子立ってたみたいな。わーおー、うん、で姉は、まあ、しっしとは言わなかったらしいですけど、なんか、はい、まあ、変なの見ちゃったって言ってそのまま布団かぶって寝たらしいんですけど、うーん、それも次の日報告受けて言うなよと思って見ても言うなよってやっぱ思っちゃうんですよね。極めつきは僕中学校1年生、はい、で姉が中学校2年生で同じ中学通ってたんですよ、はいはい、同中ね、はい、うん、通ってて、で夜の7時ぐらいにめっちゃダッシュで姉が帰ってきて、はい、出たっつって出た、うん、はい、もう目でも出たのかなと思って、こう、はい、ミニワに植えてたみたいな、咲いた咲いたみたいな。なんか夜遅くに美術室でね、はい、運動会用のクラスの旗を作ってたんですって、はいはい、一人でみんな帰っていいよ、私もうちょっとやるからって言って一人で作ってて、うん、で終わって片付けしててしゃがんで作業してたんですよ、うんうん、目の前に机があってで誰かが立ってたんですって、その机の向こう側に男子の制服着た人が立ってて、はい、あれまだ誰かいたんだと思って下半身だけ見えてて、はい、でふと誰が残ってたんだろうと思って上見たら、はい、まあ、ちょうどその机の上からはなくて、おー、だから机の向こう側に足だけあったんですって。おお、うん、それは怖い。でそれでもう片付けそのまんまにほっぽり出して、はいはい、もうダッシュで帰ってきたっていうのを、はい、帰ってきた時に言われて、はい、言うなよと言うな見ても俺にと思ってっていう感じなんで。学校はでもあるよね、いますよね、うん、学校は袋原中学校ですまだいるかもしれないですよね、美術室にね、うんうんうん、いやだどうせなんか誰かズボン干してたんじゃないのとか思うけどね。いやどう、うん、いや何が怖いってズボン干してたとして、うん、ズボン履かないで帰ったことが怖いよね。確かに確かに確かに。そうそうそう。それが一番怖いっすね。そうそう、うん、丸出しで帰ってるわけだから。確かに確かに。うん、なんで忘れてったみたいな。そうそうそう。まあジャージで帰ったのかもしれないけど、ね。よだちました皆さん。俺はよだったっす。よだったっすか。はい、じゃあ後半はさらになんかもう身の毛がよだって。もうペタンと寝てしまうようなね逆にね、うん、はいはい、雪トークを聞くとして、はい、ちょっとお化けの歌を、あーぜひ、はい、一曲聴いてもらおうと思います。はい、ビーズでラブファントム。はい、ビーズでラブファントムでした。はい、うん、じゃあどうぞ。はい、じゃあ僕はちょっとあの先輩から聞いたお話をじゃあ一つ、はい、しますと、まあ、先輩今ちょっと辞められちゃったんですけど葬儀屋さんで働いてたんです。あーもうだよ。ですよね、もうだよ、うん、でその、まあ、亡くなった方を、はい、まあ、ご自宅まで運んでらっしゃった時に、はい、まあ、またご遺体がある横で、はい、何やらあのご家族さんが、はい、遺産の話で揉め出しちゃったと。お仏さんの前で、はい、うん、まあまあ、そういう流れから話になっちゃって、はいはい、でもその葬儀屋の方たちはその後も作業があるので、うん、まあ、玄関先でちょっとその話が終わるまで待たせてもらってた。はいはいはい、
らしいんですって、はい、結構もうその、ま、遺産がどうのこうのっていう話が結構ヒートアップしちゃって、うんうんま、結構長い時間、はい、なんかその話してらっしゃって、それ2階でお話をされてたそうなんですね、はい、でそれ階段その2階から誰かがこう降りてきたと、はいはい、でそしたらその亡くなった方が泣きながら走ってきて、はい、玄関から出ていかれたっていう話をもう見ちゃったと。それは、はい、すごいね。え、その棺桶に、はい、中に寝てるはずの方が、はい、なぜか2階から降りてきた。まあよく言う半透明ですよね。出てったけど、はい、ちゃんとその2階の棺の中にはいらっしゃった、はい、そうですそうです。あ、泣きながら降りてきたのがはっきり見えたので、うん、多分そのご家族でそういう争いしてるのが悲しかったじゃないかっていう。言うなやってやつね。俺の前で言うなやみたいな。そうそうそう。すごいねそれ。急にすごいの来たね。うんうん、これは怖すぎてちょっと覚えてましたね。うん、今でね、うん、見たことあるの、ゆっくは。実際自分の目ではないんですけど、はい、昔、はい、あのポラロイドカメラ。懐かしい、ね、あの、うん、まあ、インスタントカメラっていうんですかね、はいはいはい、撮ってすぐ出てくるやつを、うんうん、初めて買った時に、はいはい、面白くて家中を撮ってたんですよ、はいはいはい、そしたらあの、まあ、仏壇のある部屋の襖の、うんうん、まあ、隙間ちょっと空いてたところを撮ってたんですけど、うんうんうん、顔があったのは覚えて遠いとこ撮っちゃダメ映るから絶対そんなとこ撮ったら子供の頃は何も知らないので、うん、まあ、家中撮ってた、うん、面白い面白いって撮ってたんですけど、うんうんうん、でなんか顔みたいなのが映ってたので、うん、そっからもうカメラはそっとしまって、うん、それから使ってないです。極端だよ、だからそういうとこ撮らなきゃいいだけだそうなんですよ、ね、カメラは使おう。そうなんですよね、うん、思い出残そう。 そんぐらいで、うん、あとまあ自分で見たとか感じたとかは今まで一回もないですから、うんうん、いや撮っちゃってるからもう、そうゼロじゃん、ゼロ。あのプレステのさそう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 、あれだってお化けのさ写真撮るよね、なんかあの写真撮って攻撃するやつですよね。一、ね、人ゼロやってんじゃん。一人ゼロやってましたねもう出る前からさ、プレステが。じゃあ最後に、はい、ちょっとホラーでミステリアスなイタコ姉さんの曲を聴いてもらおうと思います、はい、AI イタコで夏のあやかし。はい、 AI イタコで夏のあやかしでした。はい、明日ライブ。そうなんですあちまじゃあ怖そうに告知して。はい、それではですね、ライブの告知です。明日8月8日の日曜日ですね、ゴーアヘッド先へ戯れということで、仙台エフェクト、まさきさんも参加していただきましたライブ支援イベントスペースゼロの方で行われます。一部二部に分かれてまして、一部は昼間、二部は夜っていう風に分かれてまして、いろんなアーティストが出るので、お時間ある方ぜひいらしてください。はい、といったところでね、お時間となりましたので、はい、今週はこれまで。次回またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。さあ、今週も始まりましたギタリストークルーム、ラジオ石巻をお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。今週もお相手は私まさきとゆきです。今日なんとなんと我がギタリストークルーム、はい、通算50回目の放送日でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これもね、ひとえにね、うん、ラジオ石巻といつも聞いてくださってる皆様のね、本当ですね、おかげでした。はい、おかげでしたおかげでしたネルズみたいになってますね。そうですね、おかげです。です、はい、はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、はい、そんな50回目のね、うん、ギタリストクルームに前降りた、ね、はい、リクエストとメッセージ、メモリアルですからね。そうですね、リクエストとメッセージをね紹介しますので、まずはこちらからお聞きください。はい、遠山奈央で君の笑顔に恋してる。はい、遠山奈央で君の笑顔に恋してるでした。はい、こちらはですね、アニメ働く魔王様の、はい、中に出てくるキャラの、うん、佐々木千穂ちゃんっていうね、うんうん、女の子がいるんですけど、魔王と同じとこでバイトしてる、うんうん、女子高生の千穂ちゃんなんですけど、はい、の曲ですね、はい、それではメッセージと質問を紹介します。はい、ラジオネームかば焼きのんたろうさん。あ、毎度毎度ありがとうございます。本当にかば焼きついちゃってるから、ついにあの、ね、まさきさん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。突然ですが、お二人は最近ときめいてますか？もうときめきしかないよ。ときめいてしかいない。他のことがない。ときめき9割ですよね。ときめきトゥナイトって。懐かしい。そうそうそう、池の声。はいはいはい。そうそうそう。
以前ギタリストークルーム内で、はい、アニメ働く魔王様のお話をされていたと思います。物語の中で千穂ちゃんが主人公のね、魔王に対し思いを伝えるシーンがあります。その言葉に胸キュンし BPM180 ぐらいドキドキしちゃいました、うん、だいぶ早いですね。だいぶ早いね、うんうん、メタリカぐらい早いもっと早い、もっと早いか、もっと早いメタリカ、うん、まさきさんとゆきさんは、アニメ縛りで、とても印象に残っているまたは自分がされたい告白の言葉はありますか。じゃあ私からいきますかね、はい、いっぱいありそうだし、そうですね、うん、やっぱね中学生の時に見つった漫画やアニメのキャラに一番やっぱドキドキしてましたね。あ、うん、なもんで、うんうん、やっぱパッと思い出すのはあー女神様、あー、うん、言ってますね、うん、主人公のね森里圭一と三姉妹の女神いるじゃないですか、はいはい、長女がウルド、次女がベルダンディで、三女がスクルドで、ベルダンディがまあメインヒロインで、でその圭一と女神のベルダンディの恋模様をね、はいはい、描いた、うん、ってなってくるとそのベルダンディと圭一のシーンを思い浮かべるじゃないですか、なんとなく、うんうんうん、僕はスクルドっていうね妹がいるんですけど、はいはい、その子の恋に芽生えた瞬間があって、はい、その時のセリフがもう今でもこうなんか胸に刺さってるというかね、うんうんうん、セリフやその仕草がね、うんうん、こう本当に切ないんですよ、甘酸っぱくて、うん、あそういうのいいですよね。違う、妹好きだからとかそういうことじゃないよ、妹キャラ好きだから残ってるじゃなくて、うん、当時ね僕普通にねベルダンディが好きだったんですよ一番。なるほどなるほど、キャもうグッズとかすごい集めてて、あじゃあ本当のもうファンっていうか、もう好きでしたね。もうあで中の人井上貴子さんっていう星座だったんですけど、 CD も全部買って、はいはい、なんならちょっともう井上貴子さんも好きだったから、あ、うん、そこまですごい、あのいろんなキャラやられてる方なんですけど、はい、もうすっごいいい声なんですよこの方がまた、うん、はいはいはい、永遠の17歳なんですけど、うん、永遠の17歳よくありがちな、そうそうそう、ただあのもう娘さんも声優やってるぐらいのね、はいはい、大御所なんですけど、ちょっと説明していいですか。どうぞ。基本的にその、まあ、圭一とベルダンディがもういい感じっていうのは、うん、ウルドもスクルドも知ってたんですよ、はい、でスクルドってでもお姉様に近づく圭一をちょっと煙たがってたんですね、うんうん、ベルダンディのこと好きすぎて、うん、近づってくるその圭一っていうか、まあもう一緒に住んでちょっといい感じになってる圭一のことを嫌ってて、うん、でもみんな一緒に住んでるんですよ基本、はいはい、でちょっと面白いんだけどウルドのことはバカにしてるの、うんうんうん、スクルドって、うんうん、ちょっとあの東北系っぽいよねと思ってさ、確かに、次女が好きな三女、はい、でも長女はあしらうみたいな、はいはいはい、でそんなこんなしてるうちにスクールドが圭一に対してちょっとときめく回があるんですよ、はいはい、圭一の優しさとか、はい、男らしさに触れて、うん、さらに ドキドキしちゃうんですね、え、あれこいつってこんなにかっこよかったっけみたいな、あ、ちょっと異性として意識し始める瞬間ですね、どんどん圭一にドキドキしちゃって、はいはい、しまいにはちょっともう止めらんなくなって告白寸前まで行くんですよ、なんかあのすごい顔赤くして、はい、で動機がもうすごくてドキ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 みたいな感じで、私圭一のことがまで行った時に、うん、ウルドがスクルドに何かするんですよスポーンって、はいはい、でした時にスクルドがね力に目覚めるんですよその瞬間、女神の、はいはい、思春期の女の子が女神の力に目覚める瞬間があるんですね、ウルドとベルダンディが来てその告白寸前で止めて、うん、花束とか渡して力に目覚めたのねおめでとうみたいな感じ で、うん、でそのせいで情緒不安定になってたんだよっていう、確かにさっきまでのねドキドキがね落ち着いてるみたいな、そうだよね圭一のことなんか好きになるはずないよねって言って、うんうん、収まるんですよその場は、はいはいはい、でベルダンディが圭一に聞くのね、もし本当にスクルドが圭一さんのことを好きになってたらどうしてましたかって言われて、圭一がいやスクルドに限ってそれ笑いよ俺のことなんか好きになってくれないよみたいな風にハハハハって笑いながら言ったのね、はいはい、でスクルドがそうだよ私圭一のことなんか大嫌いっつってこう花束を投げて、お切ない笑顔でその場を去っていくんですね、はいはいはい、いやもう好きでしょと思ってツンデレみたいな、すっごいそういいラストシーンなんですよ、ちょっと説明できないけど見てほしい6巻か7巻だから、あそこまで覚えてる、6巻か7巻か8巻だからこの話、はいはい、その辺ですね、48巻あるから長いんですけど長、うん、678とりあえず読んでください、うん、絵が一番好きだった頃僕、うん、だから告白シーンじゃないんですけどそれが一番好き、
なるほどなるほど、見てほしい、まあ、のんたろうさんマジアーメガミさんは見てほしい、多分見てないと思うから。でも内容知らなくてもタイトルは知ってるぐらい有名なんで、有名ですからね。ちょっとじゃあアーメガミ様の曲でも聴いてもらいましょうかね。はい、ゴッテスファミリークラブでマイハートを言い出せない、ユアハートを確かめたい。はい、ゴッテスファミリークラブでマイハートを言い出せない、ユアハートを確かめたいでした。はい、長いですね。じゃあ、 OVA だね、まだ本当にビデオだった頃、 VHS の、はい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 、OVA アーメガミ様のオープニングテーマですね、これは。じゃあゆきくんは。はい、僕はですね、正直言ってあんまり恋愛アニメって見ないんですよ、うん、見ないんですけども、ちょっと告白セリフというよりもやっぱちょっと同じでシーンの方がちょっと思い出深いのがあって、はいはい、あ、いいなーって思ったのがもう悠々白書ですよね。結構出るね悠々白書、好きなんですよね、うん、の、いや、よくあるあの幼なじみからいつの間にかそういう仲みたいな、はい、なるほどね、うん、シチュエーションってものすごく憧れてて、ほう、悠々白書もなんか最初まあちょっとお世話係みたいな、稽古が龍之介のお母さん的な役割で、うんうんねうん、ストーリー終盤に行く頃なんか龍介に結婚しようみたいな、そうだ、ねうん、言われてる、うん、あれいいなこういうの正直すごい憧れてました。だって幼なじみっていなかったんですよね自分も、うん、でいたらよかったな、うん、あ、幼なじみいないね僕も、女の子の同級生とちょっと違いますもんね、なんかもっと前からな感じじゃない、その幼馴染ですか、本当に物心ついた頃からもう隣に住んでてみたいなさ、でもずっと一緒みたいなイメージですよ ね、 ね、幼馴染恋愛願望あったんですね。なんかそういたらどんな感じなんだろうと思って、まあ、ときめきはないかもしれないですけど、安心感みたいな、安定感じゃないですけど、そういうのはなんか得られるかな。実際いるでしょうしね、現実世界でも、そう、うん、そのまま結婚された方もね、そう言ったら人いたら教えてほしいですよね。本当だよね、うん、ちょっとお便り募集しますからね。そうですね、あと余談になると、はい、ちょっと強烈に憧れたのが、はい、学校裏に呼び出して告白されるっていうのは憧れたことがあります。僕はそんな感じですかね。ではその中から、まあ、有役所の曲ですね、はい、1曲お聴きください。高橋博でアンバランスなキスをして。はい、高橋博でアンバランスなキスをしてでした。残像だっつってっていうところでお時間となりましたので、100回200回目指して頑張ってまいりますので、はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。